KFM 78 Because of you with iFurihata。時刻は10時30分を回りました。 BFM フリハタ愛の Because of You、 フリボーイズ、フリガールズの皆様、こんばんは。会いたい、愛して愛日中、愛の三拍子、フリハタ愛です。よろしくお願いします。はい、なんか個人的になんですけど、やっとこうね、宣言も明けて収録形態もスタジオでということで、すいません、ちょっとテンションがいつもと違うんじゃないかなって思われてるフリーボーイズ、フリーガールズの皆様もいると思うんですけど、スタジオなんですよ。だいぶマイクに乗っております。そんなフリハタイなんですけど、いやー、なんか10月も中旬に入ってで、だんだんね、こう肌寒くなってきて、カーディガンだったり羽織るものが外せない季節になってきたんじゃないかなって思ってます。そんな昨今、私人のぬくもりもちょっと感じるようになりまして、っていうのもなんか先日、ま、家に帰って、ま、一緒に暮らしてる妹がなんかオムライスを作ってくれて、でなんかお姉ちゃんみたいな、作ったんだけど食べるなんて言って、あー、いただこうかななんて言って、そしたらオムライスになんかケチャップでお疲れなんて書いてあって、私なんかそんな疲れてたっけみたいな。ただまあ、なんでしょう、もういよいよ迫っているツアーのリハーサルだったり、まあ自分が出演している作品のライブも、あって、そんなのもあって、練習がね結構いろいろ立て込んでたっていうのもあって、まあ身近にいた妹もさすがにお姉ちゃん疲れてるなっていうので作ってもらいました。でもなんか染みちゃって、私もなんかお疲れなんて書いてもらえるんだみたいな、なんかハートとかじゃなくてお疲れにちょっとグッときたっていう話なんですけど、はい、皆さんハッシュタグでも盛り上がってますかね。フリボーイ、フリはカタカナ、ボーイは英字です。そうなんですよ、オムライスのねお話だったり、皆さんどうですか、ご家族にご飯とか作ったり作っていただいたりなんてことありますか。なんかやっぱね、こうおうち時間も増えると、まあ一人暮らしの方は何でしょう、コンビニ弁当だったりが増えたと思うんですけど、やっぱねこう自炊してとか、まあなんだろう、家族が作ってくれたご飯っていうのは、まあより一層ありがたいななんて思ったりしましたね。はい、そんなことをつぶやいていただけたらななんて思っておりますよ。てな感じでですね、そういよいよ来週ですね、10月の24日にセカンドライブツアーアテンションプリーズが開催されるんですけども、いやーね、あっという間に感じますけども、それでですね、そのツアーに向けて書いた、この楽曲を皆さんに聴いていただきたいなと思いますよ。ではでは、スタートいたします。 BFM フリハタイの Because of You、 まずは1曲目、このナンバー聴いていただきましょう。フリハタイで真夜中のフライト、約束の時。Because of you with I Furihata。 BFM フリハタイの Because of You、 改めましてこんばんは、フリハタイです。ではでは、今日もたくさんメッセージが届いていますのでご紹介していきたいと思いますが、なんと先週カルダモンさんのリクエストにお答えして2曲少年隊さんの曲をねおかけしたところ、少年隊さん推しの方々からメッセージが届いたということで、ご紹介していこうと思います。ラジオネーム天内優さんからいただきました。群馬県の方です、ありがとうございます。アイさんこんばんは。こんばんは。先日は少年隊の曲を2曲もかけて、続けてかけてくださりありがとうございました。嬉しかったですと。そして続いてラジオネーム花五郎さんからいただきました。こんにちは。先日は少年隊の曲を2曲も放送していただき本当にありがとうございました。新しい聴き方でしたね。とても新鮮でした。私は小学生の頃から少年隊かっこ植草かっちゃんファンです。10月10日、植草さんのランチとディナーのショーへ行ってきました。ファンの前で歌うのは13年ぶりです。みんなが待ちわびた姿に会場はとても温かい雰囲気でした。歌ってくれるだけでも嬉しかったのに、バリバリに踊って息も切れず、声量抜群で最高のショーでした。とても嬉しいことが重なった週末でした。本当にありがとうございました。またぜひ少年隊をお願いいたしますと。なんだこの、すごい、ありがとうございます。いやまあ本当に
リスナーのね、カルダモンさんのリクエストということで、先週2曲かけさせていただいたんですけども、まさかのカルダモンさんじゃないところからの、後日メールみたいなものをいただけて嬉しいですね。ある意味広がりを感じるというか、これはまたかけなきゃいけないななんて思いました。はい、ありがとうございます。こんなメールたくさん待ってます。さあ、続いて私、フリハタイブルーレイディスクについて、メールいただいておりますのでご紹介します。フリボーイズゼゼオさんからいただきました。ありがとうございます。フリリン、ついにファーストライブツアーアポロのブルーレイが発売されましたね。フリリンのライブでは初となる映像化、あの楽しかった月旅行をまたいつでも味わえると思うと本当に嬉しいです。たくさん繰り返し見てはセカンドライブツアーまで気持ちを高めていきたいと思います。そして今回何より嬉しいのは予約特典のエンドクレジットの名前記載ですね。アポロのクルーの一員として名前を刻めたのは本当に一生の思い出、宝物の一枚になりました。何十年後かの未来、僕のいる棺桶にはアポロのブルーレイを入れてもらう予定です。ありがとうございます。なんかすごく重く感じちゃった。ありがとうございます。ということでですね、9月29日にファーストライブツアーアポロのブルーレイが発売されまして、そうですね、言われてみると初の円盤化というか映像化で、本当に何でしょう、今こうオンライン配信っていうのがね、やっぱ昨今流行って、映像チームもすごく気合が入っていて、本当に素敵な映像美で楽しんでいただけたんじゃないかなと思いつつ、その初の試みというかなんですけども、本当にアポロのクルーの一員として、名前を皆さんから募集して、エンドロールにこうずらーっと名前をね、流させていただいたんですよ。こんなにたくさんの方が、まあ、ある意味こうツアーに参加してくれて、まあ、クルーとして乗ってくれて、いや私は嬉しいなと改めてこのブルーレイを見て思いました。皆さん本当にありがとうございます。楽しかったかなねー。まあ、そんなことを思いつつ、もうすぐセカンドライブツアーなんで、一体どんなセカンドライブツアーなのかななんて、きっと皆さんも楽しみにしていてくれてると思いますので、ぜひぜひ、ファーストライブツアーのブルーレイ見ていただけたらなって思います。ではでは、続いてフリボーイズ早田さんです。ありがとうございます。フリリン、こんばんは。こんばんは。ファーストシングルハネムーンの発表がきっかけで、昔のウェディングソングをよく聞いています。その中で気になった一曲が、かっこチェリッシュさんが歌うテントウムシのサンバです。森の小さな結婚式を舞台にした1973年リリースの楽曲で、当時からそこまで練習しなくても気軽に歌えるため、式の余興として人気でした。中でも口づけせよと早仕立ての歌詞に合わせて、参列者が新郎新婦のキスシーンを盛大に煽るそうです。夫婦デュオということもあり、温かい曲調で幸せあふれる楽曲だなと思いました。そうですね、ファーストシングルハネムーン、3曲入りの、シングルなんですけど、ハネムーンと真夜中のフライト、約束の時、そしてウェディングソングがシークレットシュガーっていう楽曲があるんですけど、これがね、それこそ早田さんがメールでいただいた通り、ちょっとこうテントウムシのサンバをイメージしていて、実際にこう幸せ祝福ムード、こうお酒片手にみんながこうお二人をお祝いするみたいな感じのサウンド感で、ちょっとこうね、乗りたくなっちゃうようなサウンドなんですけど、確かに本当にウェディングソングって、まあなんだろうな、 J-POP、 私の世代で言うと、でも木村カエラさんのバタフライとか、あと安室ちゃんの Can You Celebrate とか、やっぱそういうのがメジャーにあるかなと思うんですけど、やっぱ70年代80年代のそういうデュオ曲みたいなのは結構熱いものがあってですね、たくさんいいのがあるんで、私も聞き掘りたいななんて思ってます。ありがとうございます。続いてフリボーイズでいいかな、フリボーイズ牛ドットさんからいただきました。ありがとうございます。フリさん、こんばんは。こんばんは。今回リクエストしたい 80s の曲はジューシーフルーツの海です。サザンオールスターズの名曲ですが、もともとはジューシーフルーツに楽曲提供された曲です。ジューシーフルーツといえばジェニーはご機嫌斜めが有名ですが、そのイメージからはぐっと変わると思います。皆さんに一度聞いていただきたいです。ということで、もうさっきのお話に続くんですけど、これ男女のバンドなんですよ。うわー、もういいですね。めちゃくちゃ。うわー、これがまさかのリクエストで来ていたということでですね。
そうですね、まあ、これはあの1980年にジェニーはご機嫌斜めでデビューしたバンドさんで、1984年にリリースされたシングル「なえて女も意志を持て」、そして「海」、両曲とも桑田佳祐さんが手掛けております。で、後々海はサザンオールスターズがセルフカバーしたということで、はい、ではでは推しドットさんのリクエストをお答えしていこうかなと思ってますよ。それではお聞きください。ジューシーフルーツで海。私なんでしょう、このイントロに弱いんですよね。なんかこう切なくもありつつ、ただこのね、あのジューシーフルーツさんのボーカルの方のこの歌声がまた相まって、よりこう胸を締め付けられるようなね、これめちゃくちゃいいですね。ドライブに、夕方にちょっとこう海岸沿いをこうドライブしながら聴くと最高にいいんじゃないかななんて思いました。ということで、牛ドットさんのリクエスト、ジューシーフルーツで海お届けいたしました。それでは続いて、私振り畑愛からも一曲お届けしたいと思います。それでは聴いてください。振り畑愛でルミコ。OGVFM Bay FM 78 Because of you with iFurihata。 さあ、Bay FM からお送りしています、フリハタイの Because of you。 そろそろお別れのお時間です。皆さんいかがだったでしょうかね。まあ、今回はジューシーフルーツさん流させていただきましたけども、ジューシーさんファンの方からもしかしたらまたメールが来るかもしれない。ドキドキしながらフリハタお送りしてます。このフリハタへの Because of You では引き続き皆さんからのメッセージ募集しています。今これ気になってます、フリボーイズ、フリガールズのみんなが今気になっているものって何ですか。気になっているもの、気になる人、気になっちゃう言葉などなど、皆さんが気になるものを送ってきてください。そして〇〇のおかげで私はこうなりました、あなたのおかげエピソードも送ってきてね。グッときた、景色が見えた、好きな歌詞、こちらもぜひぜひ送ってきてください。そして昭和を彩ったシティポップの名曲を私振り旗に教えてください。邦楽洋楽問いません。メールは because@bayfm.co.jp because@bayfm.co.jp です。公式ツイッターもございます。そしてハッシュタグフリボーイ盛り上がってますか。フリはカタカナ、ボーイは英字です。どしどしお寄せください、待ってます。そしてフリハタ愛からのお知らせをさせてください。私のファーストシングルハネムーンとフリハタ愛ファーストライブツアーアポロのブルーレイが発売中です。皆さんもうチェックしてくれましたかね。オフィシャル YouTube チャンネルではハネムーンのミュージックビデオやライブツアーのダイジェスト映像も公開されていますので、ぜひご覧ください。さらに2021年12月3日金曜日にイオンシネマほか全国公開となる映画189の主題歌を私振畑愛が担当させていただきます。映画のために書き下ろした東から西へを収録したセカンドシングルは12月1日に発売となります。東から西へは希望を持って前へ進むという決意や勇気が感じられる一曲です。優しく包み込むようなバラードとなっていますよ。セカンドシングルには初回生産特典として2022年2月開催スペシャルライブのチケット最速先行抽選申し込み券が封入されますので、こちらもぜひチェックしてみてください。またセカンドシングル東から西へのリリース記念オンラインサイン会の実施も決定いたしました。対象期間中に対象店舗にてご予約いただいた方にイベント参加応募シリアルを配布し、ご応募いただいた方の中から抽選でオンラインサイン会にご招待いたしますよ。ぜひご予約お待ちしております。そして来週よりフリハタ愛セカンドライブツアーアテンションプリーズが始まります。10月24日日曜日ゼップ羽田を皮切りに、11月13日土曜日ゼップ大阪ベイサイド、そして11月20日土曜日ゼップ名古屋、11月28日日曜日ゼップダイバーシティ東京にて開催いたします。現在チケット一般発売中ですので、ぜひお越しください。皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。詳しくは私の公式ホームページ、もしくはツイッターやインスタグラムご確認ください。
ということで、フリーボーイズフリーガールズの皆さんとはまた来週この時間にお会いしましょう。そしてですね、いよいよ来週にはあの楽曲がかかるやもしれない、初解禁やるかもしれない、ぜひ皆さんお聞き逃しなく。 BFM フリハタイの Because of You、 お相手は会いたい愛して会いに中愛の三拍子フリハタ愛でした。